お盆最終日の新千歳空港、帰省の U ターン客や旅行客などの手荷物に注目してみると、スーツケースを引いて歩く人や手荷物カウンターでスーツケースを預ける人が多く見られました。大阪から旅行に来たというこちらの家族、15年ほど前に買ったという大きめのスーツケースに荷物をまとめていました。ただ単に青のでっかいのと思って買いました。ようやくこの子も大きなったんで、だからここから旅行はいっぱいできるなと思います。旅行用のスーツケースを製造する赤平市の工場です。スーツケースは一つ一つ手作業で組み立てていきます。受注の増加を受け、今は月曜日から金曜日までフル稼働。生産はコロナ前の8割ほどにまで戻ってきているといいます。札幌の家電量販店です。店頭にはさまざまなタイプのスーツケースが数多く並んでいました。昨今コロナが緩和されてきまして、中型のサイズが人気が出てきてますね。で、一番大きいサイズになってきますと、ここら辺になってきまして、海外とか行かれる方が一番多いですね。こちらはキャスターにロックがついているタイプ。列車内など移動中にスーツケースが勝手に動くのを防げるため人気だといいます。ファスナータイプですと拡張する機能がついてまして、外のファスナーを拡張すると街が広がるんですね。お旅行先でお荷物が増えた際に臨機応変に対応できる。こちらは内部に USB ケーブルが接続されているスーツケース。モバイルバッテリーをつなぐと携帯電話などを充電しながら移動することができます。この日も早速買い求める人が。旅行で札幌に来たんですよ。で、スーツケース用意してなくて、荷物運ぶのにちょっと面倒だなと思ったんで買いに来ました。お土産とかも買いたいんで、ちょっと大きめのやつ探そうかなと思ってます。大きさや機能性は多種多様ですが、最近では使わない時には小さく畳める収納性に優れたものなど、価格は2万円台から3万円台が売れ筋だということです。中型サイズ、小型サイズですと前年比でいうと大体 180% ぐらいになってくるんですけど、大型サイズになってくると前年比でいうと 400%、 やはりその売れ行きがすごい需要があるのかなとは思います。旅行需要の回復とともに売れ行きが伸びている旅行用のスーツケース、観光や経済効果の広がりにも期待されています。